ドアについてるものからね。ちょっとあの一からちょっとこれ動画撮った方がええかもからな。以前の動画はなちょっと見にくい部分もあるし、そうそう見にくい、うん、でもさこんなやっぱ難しい。なんで初期なんかスマホで縦動画であれどうやって進んでみたいな、そのままじゃあスマホからソフトなしでな、うん、直接なんかそうで、カメラ買いに行った時もやっぱり YouTube やってるって言ったらこっち型を勧められる。ああそういうことね。でも、はい、いや撮るところが、こんな入って撮らなダメやからちっちゃい方がいいって言って、ほんならグレードのやつみたいなネットこんなもん勧められたり、ね、結局GoProで。そうですね、そう何がいいとかも調べる。ただ GoPro のこのこれ8やったかな、8、これのその欠点が設定が記憶せえへんやん。なんかねバッテリーとか見えたらねダメな、また初期画面みたいなの出てきるね、あの日にち合わせみたいなりでも最初の時そんなの慣れんかったやろ。でこの一発でパッと上押したら電源も勝手に入んねやんか、それも壊れてきてな。であのこの間火にたまたまそこに当たっとってやんか、ほんだらもう熱持ったんと一緒でバグんねん。マジで動画が撮られへんねんな。後でちょっと見てみるわ。最初多分めっちゃ設定したと思う。ただ初めに買うたやつはもう電源が入れへんねんな、うん、で2個目に買うたやつはその途中であの熱持ったみたいなんで、もうプロもこんな撮られると思ってなかったよな。なんでちゃうでフルカードあれそんな19年2019年の12月ちゃうかだ。あれは始めた。そうですね。1年半ぐらいやか。うん、動画1500ぐらい出る。何やった？カズーちゃん？カズーちゃん当たるやろ。いろんなどうやったら。え知らんの？下手な鉄砲カズーちゃん当たる。知ってるよ。知ってるけど。えサビちゃんも知ってる？知ってる。カズーちゃん当たるは言うよ。うん、言うけどね、ゴプロもびっくりしたんちゃうかな。カズー打たれまくって。まあそんなにみんな取れへんわ。しかも1個の動画切ってるかあれやけど、ほんま結構長くやってたりするじゃないですか。1時間でも2時間でも作業、それ自分のG の動画なんかさすフロントだけで13分ぐらいやけど、ほんま実はあれ、まあ、2時間ぐらいやってた。両方でだって4時間5時間ぐらいしたもんね。後ろ入れたらほんま4時間とかぐらいなるよな。涙出そうになった。だからみんなあの見てる人はモンキーの動画がなんであんなええ加減か分かると思う。時間がないねやんか、あのジーノの動画撮ったら。そうお昼やりまくったからモンキーちょっと時間なくってさ、ここでねそうそうバラした時ね急遽。モンキーどうやった？モンキーはまあとりあえずバラバラになっただけ。うん、なんか地味にバラって結局動かへん。いや先生あれから来てない。来てないせやん。ここ来ることあれやん。ほんでジェットのなんかメールみたいなの来て、この人だと。あ、でもショップさんは来た。うん、ああショップさんも来てるでしょ。そうです。バラしていきます今から。うん、うん、頑張ってお願いします。社長ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画を見てね。バイバーイ。